はい、どうも、こんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、いろいろあって元の世界線に戻って、それでレイチェルの調査をまた再開しようということで、今回からかな？前回からネイさんの部屋を調べてるんだよ。ああ、ラン間違えチのた。部屋といえばそう、ネイ典さんの部型屋を的だ調べてね。る、調べて、一応携帯パクったから まあ、それがいいことか悪いことかは別として携帯パクったから、とりあえず戻るわ。携帯パクるのは良くないと思うけどな、さすがに。絶対面倒なことになるぞ、お前。あ、黒い。取ってきたぜ。ああ、よかった。やっと戻ってきたか。何を見つけた？めちゃきくちゃあれるだじけゃん。ど気味の悪い部屋だった。これを見て。やったじゃん。これであいつも終わりだな。パクって、ここで見んのやめようぜ。ほら。俺の寮で何やってる？お前の寮ではねえわ。こそこそ嗅ぎ回りやがって。ちょっと落ち着いてよ。なんだとこら。争うな、争うな。あ、ウォーレン。マックス、下がってろ。かっけえ。そこを起き上がれ。ウォーレン、かっけえ。あ、顔文字おもろい、お前。ま、漢字のマス使ってんじゃん、マス。マス使ってんじゃん、マス。そんなに死にたいのか。強っ。やめろ、このボケ。ウォーレン強っ。ウォーレンめっちゃ強えじゃん、お前。銃取ろうぜ、一旦。一旦銃手元に持っといた方がいいって、絶対。止めてみる？逆に止めてみるか。確かに止めてみた方がいいかもな、逆に。やりすぎだウォよ。ーレン、やめて。もういいよ。なんだよ、お前らその目つきは。銃拾おっ前とけ、も、おお前も前。全員して。撃たんの行こう、かい。早く。撃ちはせんの覚かえい。てろ、すぐに親父が来るからな。てめえらはもうおしまいだ。姉さんが殴られて当然のまあやつまあ、だとそうしてだよも、な。暴力は良くないよね。あのまま放っておいても、まあ結局多分、強かったもん、ウォーレンが普通に。ウォーレンが普通に強かった。てか めちゃくちゃ優勢だったもん、なんウォていーレンうが。か、びっくりしたよ。ウォーレン、全然あざ治さっってきないじはゃん。その、ありがとう。何が？姉さんに頭突き食らわせたろ？やるじゃん。どうかな。危うく完全に切れるところだった。まるで姉さんだ。ウォーレンは全然違うよ。ありがとう。これからどうするんだ？俺もついてった方がいいだろう。いつまた乱闘騒ぎになるかわかんないボしディーさ。ガードしてくれんの？それとも警察を呼ぶ？警察はダメ。今はまだ。だから、ウォーレンは、ウォーレンも結そ構かっこいいの、顔してるけど俺な、は今思え私とマッば。クスとで型をつけるよ。ありがとな。そうか。俺にできることはある。あざを直それせ。じゃあ、姉さんの父親のこと、できる限り調べて。あざを直してくれ、お前わかっは。た。季節外れの雪と日食もそうだけど、最近はきな臭いことが多いな。でもおあ前り同がとう、じウォーレ男子寮にいるから気ン。本当をつけに。るよ、お前。また電話するね。約束だぞ。今なら何でも来いって気分だ。うん。気をつけろよ、お頼もしい。前。一応あいつと同じ寮にいるんだからな。あいつマックスにベタ惚れじゃん。やっぱり。しかし、姉さん、フルボッコだったな。うん。ちょっと怖かったね。クソ強いわ、次ウォはーレン。フランクだな。連絡取れるの？あ、フランクってあいつか、ワンちゃんの人か。金を匂わせれば即レスだ。ほらな、今すぐ来いって。じゃあ早速行こう。気をつけろよ、お前ら。大丈夫か？ああ、終わってなかった。何ここ？何ここ？あ、なんか見たかったんだよな。あ、そう、メール来てたんだ、おばあさんから。デイビッドも出て行ったことだし、あの子ももう少し大人にならないと。そっか、夫婦喧嘩起こしちゃったんだ。でも、あんたまで一緒に学校に忍び込んでるようじゃ、あの子も反省しない。何が起きたか知ってるから言い訳はできないよ。
クロエもやっと正しい道に戻るかと思ったのに、またこの有様だ。マックスならクロエを変えられるはずなんだが、一緒に悪さしてるようじゃね。でもクロエももうデイビッドを言い訳にできないよ。おばさん、私までバカなことしてごめんなさい。クロエが落ち着くよ。私も頑張るから。分かってるよ。マックスも若いんだって時々忘れてしまってね。うわ、かっこいい若いんだって忘れてしまってねって、そのフォローかっこいいな。お前、そのフォローめちゃくちゃかっこいいじゃん。いやでもやっぱおばさんもやっぱ、まあ当然だよな。でもマックスも一緒に悪さしてるって、クロエ止めてくれると思ったのにさ。そっかそっか。砂浜のクジラたち、かわいそうだね。ああ、今頃あいつらの家族、海の中で心配してるだろうな。優しいじゃん。よし、待ってろよ、フランク。おう。銃なんて必要ないでしょ。クロエ、私の力を当てにしちゃダメだってば。当てになんかしてないよ。そのための銃だ。ご信用だってば。確かに確かに。不安だな。信用しろって。大丈夫か？ガキの頃は想像もつかなかったな。早く終わらせて、クロエとポートランドに遊びに行きたい。それいいな。マックスと私とレイチェルで。そうだよ。だからバカなことはしないで。フランクを説得して顧客の本名を聞き出す、うん、それだけ。ああ、分かってるよ。てかやっぱクロエこっちの方が可愛いな。こっちの世界の方が、なんかこっちの世界線の方が。やばい、クロエ好きになってるもん俺が。なんかキャラがいいわ。キャラが結構キャラ立ってるわ。お前何ここ、あいつここに車止めてんだ。うわ、クジラいる。グロいな。どこまで行けんのこれ。行くべき場所はここじゃない。まあ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 、ごめんごめん、マックスごめん。ちょっと散歩しようかなって、ちょっと散歩しようかなって思ったの今。これは？あ、見たなこれ。俺は静か。生き物の気配すらない。しかも。そんなに？土曜には元凶がなくなってるかもね。何これ？あ、パンエッセイと建設に反対。あー、なるほどなるほど。強いなー、本当に。なんだっけ？悪夢が始まった場所。あー、灯台か。あ、灯台ピントあった。クジラさん見れる？残酷な姿だけど、やっぱりどこか異元がある。ほんとだね。まあ、でかいもんなやっぱでかいでかいもんなって。心配ご無用。ノーパーキングオンザビーチ。お、何これ。かわいそうなビーチボール。使い捨てかよ。お前やめろよな。持って帰るビーチボール、ちゃんと。うわ、ついさっきまでもう一つの世界でクロエとここにいたなんて。あー、そっか、歩いてたな。見張りもいないし、見つからないでしょ。二人で歩いてたな、そういえば。あー、そっか。フランクのビアガーデンへようこそ。同じビールばっか飲んでんな。ちら、これじゃ中が全く見えないよ中がいるんなら見ない方がいいけどな。ここで人生を考えつつお酒を飲むと。まあなんか悔しいけど結構立地はいいな。お前なんか海、たまにはゴミ出しなよ。海見ながらさ、なんかいいな。お前羨ましくはないけど。ポンピドゥ元気なんだ、よかった。羨ましくはねえけどさ、なんかいいな、これもこれで旅行、旅行みたいな意味では。あ、入れるんじゃないこれ。こんなに汚れてたらスモークいらないでしょ。行こうかクロエ、片付けようぜ。クロエは準備できてるみたい。行こうぜ。なんだ、一人多いな。一人じゃない。なんで連れてきた二人に一人だ。ボディーガード気取りか。それで金は持ってきたんだろうな。金はまだ用意できてない。どういうことだ、さっきのメッセージは嘘か。会って直接言おうと思って。いや、クロエでもちょっとなんか弱いな。なんか何が目的だ。
聞きたいことがあるんだ。なんだお前、まだ懲りてねえのか。帰れ。音質やめろ、音質で笑わせんの。わったよ。え、売り物はやらねえぞ。おっさん、そんなこと頼みに来たんじゃないだろうな。お前はその手のこととは無縁そうだ。え、何その女の子たちが落ち込んだら。お前、僕の本名を教えてもらいたいの。なんだそんなことかよ、もったいつきやがって。ついでに車のキーもやろうか。え、教えてくれんの。もうもらったよ。やめろやめろ、重要なことなの。なんでわからないの、重要なことなの。そういう言い方すんの、そういう言い方すんの。わからないね、まともに相手すんのもアホらしい。その言い方は知らないわ。その人を見下した態度が気に入らない。確かにそれはあったよな。違う、私はただ。これだからブラックウェルのガキどもは平気で人にたかりやがる。厚かましい。こっちは商売なんだ。戻るから。よく言うよ、そのガキどもに飯食わしてもらってんだろ。役売りつけてさ。黙って聞いてるや。戻る。何様のつもりだ。戻るって。説教なら教会で聞く。調子こいてるとケツにナイフ突っ込むぞ。戻るから。待ってフランク、落ち着いて。戻れる。偉そうに指図してんじゃねえぞ。マックスから離れろ。あ、出る、出すの早いわ。パピデ、それはてめえ。よくも。いや、出すのが早いって、クロエ、出すのが早いって、バカ。マックスのこと好きすぎるんやって、クロエは。まだ出すの早すぎるよ。そんな、クロエ。違う、そんなつもりじゃ。よくそんな正確に打ったな、てか。めちゃくちゃセンスあるじゃん。人殺しだ。動いてる犬も撃ってさ。悪くない。正当防衛だ。正当防衛ではないよ別に。マックスがやんなら。死んでるよ。ここで諦めるわけにはいかないよ。顧客リストを探さなきゃ。だけど。おわ、もうやめようぜ。大丈夫か。あった。早く行こう。フランク、許して。え、これ俺の選択のせいかな。これ俺の選択のせい。クロエがフランクを殺しちゃった。え、これ。この先罪悪感でずっと苦しむことになる。巻き戻せるのは私だけだ。あ、ちょっと変えてみようか。さすがになんか、さすがにね。さすがにちょっと、さすがにだな。長いな。さすがにちょっと。よく聞いて、このままだと交渉は絶対に失敗する。あ、変わってる。変わってる。ってことは巻き戻したんだな。で、何をどうすりゃいいんだ。言葉に気をつけて、銃を捨てては怖いな。いや、言葉に気をつけてだよね。まあ、そっから今あいつも逆上したから。言葉に気をつけて、そうしないとフランクを怒らせてバッドエンドだよ。バッドエンドだった。お説教かよ。いい子のマックスを見習えばいいんだな。結構は早かったもん。最近はいい子でもないか。オッケー。俺の選択は変わんのかな。ドアを閉めてもらう。武器は使わない。喧嘩はしない。あ、ドア閉め、そっか、ワンちゃんが来ないからな。じゃあ閉めてもらおうか。フランク、犬が怖くて集中できないの。ドア閉めてくれる？人に銃突きつけといて犬が怖えだと。お、閉めてくれた。よかった。優しい。これで満足か。優しい。要件を言え。顧客の本名を。一緒か。お願い。フランク、お願い。
迷惑かけてるのは分かってるけど、重要なことなの。そういうセリフは聞き飽きてるが、嘘ってわけじゃなさそうだな。あれ、一刻を争う事態なの。少しだけでいいから協力して。フランクお願い。少しだけな。最初はみんなそういう。クロエ、フランクお願い。いい例だな。私は関係ないだろ。もういい、帰れ。無駄話に付き合って損したぞ。ちょっとお願い、喧嘩しに来たんじゃないの。私たちだけじゃ、どうにもならない。まったくよく言うぜ。人に銃突きつけたのはどいつだ。めっちゃ根に持ってんじゃん。その、ごめんなさい。めっちゃ根に持ってる。ここ最近バカなことしてばっかりだけど、その中でも一番バカだったと思う。あ、認めること大事だよ。ようやくまともなこと言って。認めること大事。いいか、本気で殺す気がねえなら銃なんか出さねえことだ。ギク、まあ、お前じゃハエも殺せねえだろうが。わかってる。あの時だって本当に撃つ気はなくて、ただ大丈夫か。あんたがナイフ出したからビビっただけだ。あの時は3人ともどうかしてたんだって。いいだろう、ひとまず休息。フランク兄さん、妙なことしたら俺の犬がてめえらの頭食いちぎるからな。フランク兄さん、足りじゃねえぞ。話がしたいだけ。犬には何もしないよ兄さん。俺がさせねえよ。犬は好きか。好きです。好きだよ、当たり前だろお前。ポンピーでは可愛いね。人殺しの道具好きなんてこの前はこんなわけだ。でも名前知ってんのまずいのかな。名前だって知らないもんね。ほら、家に入ってるバレちゃうからね。この前入ったってことが。大好き。犬は大好きだよ。刀剣を言うな助けたんだって、ね、バレてんじゃん。情報立派だと思う。情報知ってんじゃん。別にどうってことねえよ。動物がひでえ扱い受けてんのはほっとけなくてよ。うんうん、確かに。ポンピドゥもその時引き取った。あ、ちょっと仲良くなりそうじゃん。飼い主に巡り会えてポンピドゥは幸せだね。それよりレイチェルの話だ。落ち着け。クロエ、まさかそれが本当の目的。クロエって。レイチェルの居場所が分かりそうなの。そのためにはどうしてもフランクの協力が必要で。俺が何もできなかったのに、てめえらに何ができる。何か別のことができんだよ俺らには。ガキの遊びに付き合う。もうレイ、クロエ、レイチェルの手紙。もうこれさ、あんまり言わない方がいいんじゃないの。前車の中に入ってたってことが分かるのってさ、レイチェルの手紙もだってさ、あれじゃん、車の中に入ったことがバレるじゃん。だからフランクは誰よりもレイチェルと。そう、そんぐらいで言った方がいいよ。特別な人だったね。だから力を貸して。あんまり踏み込んだ情報言っちゃうと最後の望みなのバレるもん。レイチェルが消えて俺は望みを失ったんだ。正直どうかなっちまいそうだよ。あ、今頃どこにいるんだか。兄さん、せめて声だけでも聞ければ。兄さん、フランク、お願い、力を貸して。兄さん、私からもお願いするよ。は、頼む。顧客リストがいるんだ。クロエ、頭下げたぞクロエが。どうせ他に当てはねえ。少しでも望みがあんなら信じてやってもいい。兄さん、犬もお前らのこと気に入ってるようだしな。兄さん、え、ありがとう兄さん。ありがとう、助かるよ。ありがとうな。お前らにかけてみるからよ。頑張れよ。兄さん、ちょっと兄さん、え、に兄さん、え、でも嘘のやつ渡すとか、あんな頭回んないでしょ多分あいつ。フランクがメモをくれてよかった。レイチェルには彼の良さが見えてたんだね。まあまあ確かに悪い感じじゃなかったな。ちょっと怒りやすいかもしんないけどね。悪いやつはなそうだったわ。話が分かるやつだった。ちょっと、ここに来て好感度上げんなよ、お前。またこれあれじゃない？もう好きなキャラクターランキング1位狙ってない？ちょっと、フランク。ライフイズストレンジ、好きなキャラクターランキング狙ってるでしょ、絶対。情報集まってきたね。大丈夫？どうした？フランクを説得できてよかった。敵は少ない方がいい。うん、確かに。そうだね。
終わり？もうちょっと話すかと思った。集中して手がかりをつなぎ合わせなきゃ。はいはい、じゃあ見てみようか。あ、なにこれ、フランク。あ、メール来た。はえ、え、例のスタうまくいってるか。ありがとうフランク、真相が見えてきた気がするよ。クロエがなんでお前を気に入ったかわかるよ。パーティーしたいとき俺に声かけな。頑張れよ。ちょっとフランク、兄さんなんすか。兄さん絶対狙ってんじゃん、好感度。ん？キャラクターごとに適切な手がかりを選択し、情報を集めよう。パーティーの週の取引内容を確かめよう。パーティーの週の、見えないもん。何これ？フランクの会計ノート。でも、お客の名前は暗号になってる。なんか、難しいの来た。急に。フランクは売人だったかもしれないけど、レイチェルが運び屋をやってたはずない。ごめん、なんだっけ、ね、質問なんだっけ。この後レイチェルに何が起きたんだろう。もし振られたとしてもフランクが彼女を傷つけるとは思えない。ちょっとごめん、なんだっけ。もう一回教えてよ。姉さんのロットはきっと、ロットワイラーって犬のことだ。あ、これあれか、顧客リストか。レイチェルもきっと彼を愛してた。なんかパーティーの時のどうだこうだ言ってたよな。こんなに仲が良さそうだったのに。関係ないな絶対。じゃあフランクとドライブ旅行に行った時は。これ関係ないな多分。ちゃんと帰ってきてる。これ大事ない。でもえ、これとこれ。よし、ここからが勝負。これがあれば会計ノートの暗号が。あ、そうだよね。次何？何か。姉さんか、はい、ボルテックスクラブとの取引が見つかるといいんだ。はいはい、なるほど。オッケー。よし、ニックネームを覚えて、姉さんがこの中にいないか探してみよう。あ、これニックネームか。じゃあロット？ロットか。ロットは。フランク、お客さんに大人気だね。あ、店だって開けそう。ロットいるじゃん、ロット。2枚、あ、3枚あんのか。町の人がこんなに、だから町が変になってるのかな。あ、ロットいないな。この几帳面さを他に生かしてたら。あ、いない。余計なお世話か。私ならどんな犬の名前かな。あ、めっちゃある。アシットって3じゃん、大丈夫か。1日に姉さんとの取引が2回。あ、じゃあこれで、ね、パーティー用ってとこか。これとこれじゃないじゃん。読んでるだけで私までハイになりそう。だね。オッケー。じゃあこれとこれか。これだ。フランクと姉さんが取引した全部の場所と時間。うん。やるじゃん私。あ？これだけ情報があればパーティーの週に姉さんが何を。あ、じゃあ基本姉さんね。オッケー。写真を撮るだけじゃなくて、もっとできたことあったのに。あ、なんだっけ、なんつったっけ、パーティーだよね、とりあえず。この座標で何を追っかけてたんだろう。あ、これ座標でも使えそうだな、なんか。うん、やり方はあれだったけど、デイビッドは本当にケイトを助けようとしてたのかも。これでも結構あれじゃない、ケイトを追って、ケイトの座標だったらこれ関連あるよな。でも時間、車のナンバーがこんなに。姉さんの車もあるか。ナンバーはかん、ごめん、ちょっと待って、マックス忘れちゃったもん俺も。デイビッドはレイチェルに何が起きたか知ってるの？ただの妄想癖。ここ違うな、マップは関係ないでしょ。マップなんか関係するわけないよな。防犯カメラつけすぎだよ。姉さんも容疑者候補に入ってはいたんだ。これは？デイビッドはずっとレイチェルをつけ回してたんだ。私も容疑者の一人なんだ。どれ？デイビッド、探偵の才能ないんだな。あ、ごめん、ちょっと待って。え、これじゃあさ、ケイト3つかな。もう一回言って、マックスもう一回言って、マックス。なんだっけ、マックス。でもこれ関係ないな、写真は。ナンバープレートも別に、マックスの写真も関係ない。ここ3つじゃない普通に。座標で。ケイトからいけんじゃないの。ダメ、間違い。
これじゃない。あ、こうなるんだ。え、どれ、これは。いやもうごめんって。これだけ情報があればパーティーの週に姉さんが何をしたかきっとわかる。パーティーの週に姉さんが何をしたか。レイチェルじゃ関係ないよな別に。で、姉さんの写真、あ、写真、姉さんの写真大事じゃない。でもだったらマックス写真いらないでしょ。レイチェルでしょ。ってことはこれなんだ、座標って。誰の座標これ誰の座標よこれ。じゃあネイさんが何をしたか、ナンバープレート。あ、いやもうまるで戻るな、急ごめんって。え、とりあえず座標大事でしょ。で、じゃあネイさんの写真、しかも写真、あ、でもまあどれだ、ナンバープレート、これでよしと。え、いける、うん、何か姉さんの情報がありますように。いけるか。ああ、いけそうかこれ。あ、どの座標が姉さんの車のものかどうやって調べよう。はあ、なるほどなるほど、オッケーオッケーオッケー。何これ。姉さんの車はやっぱり SUV か。 SUV、 さすがキャラは守ってる。 SUV ね、オッケーオッケーオッケー。で、これは姉さん外で堂々と取引してる。これは分かり、いや、どうなんだ。ボーレンに姉さんをボコってもらえばよかったかも。うん、これは誰の車だろう。誰の車か分かんない。え、でもこれじゃないの、一緒だよね、これ違うな。うわ、この車すっごい高そう。 SUV ね。もしかしてこれが姉さんの車。あれ、でもなんかテープが違うぞ。テープが、テープ貼ってるもんね姉さん。どう見ても黒いの車。え、何これ、何これ。これもデイビッドがつけてた車の情報。え、どれ。あ、でもなんか TWNPKS って書いてるわ。あ、書いてたな確かに。あ、 SXFTNLAZ だ、これか。うん、あれ違うな。他に誰の車をつけてたんだろう。あ、 SXFSXF、 これは？なんで尾行してたの？あ、これ黒いか。この座標はどこ？ってことはこれとこれとこれじゃない？よし、これでやっと何か分かりそう。これちょっと長くなっちゃう今回。クロエ、この座標から実際の住所を割り出せないかな？やってみる。お、いいね、仕事してるね。で、この間に俺が他のことをすると。しないんかいと。あ、割れてね、でも。で、これラストでしょ。ラスト終わったら終わるわ。待って。姉さんのメッセージをチェックしなきゃ。姉さんのメッセージ。あ、なんか言おうとしてた、今。たくさん数字がある。姉さんのメッセージだったらこれ関係ないか。4つ選ぶよ、この中から。あ、まあ、携帯絶対じゃん、こんなの。携帯には絶対使える情報が入ってる。暗証番号さえ分かれば。暗証番号ね。この番号も試してみる価値ありそう。ああ、怪しい怪しい、これこれって。暗い部屋が本当に存在するなら探さなきゃ。これはきついな、これはきついだろ。 USB に入れたファイルが役に立つはず。 USB に入れたファイルが役に立つ、これは。このパーティーで姉さんはケイトに薬を持ったんだ。前にレイチェルにも同じ。うわ、姉さん、あー、これいける、これこれいけそう。うちの学校もやるな。これじゃ、これ3つじゃない。いつまで4つか、4つか。ないってこと。あ、これ誕生日わかるから、これこれで4つかな。これとこれとこれとこれかな。よし、次は暗証番号の、ね、これでいけるよね。あと、これ、あれか、入力していくのか。ハッキング開始。まあ、とりあえず、まあ、生年月日からいこうか。95年の8月29。95年の8月29。0829かな、じゃあ。こ
これでいけたら可愛いけどな。やった。ケイトがパーティーに行った週のメッセージをチェックしよう。ちょろ。元気か G が必要なんだ。了解サンキュー。クソ女、水折りやがったの裏切り者。おっつけは物を持ってこい。今から行って行く。やっぱ来るな。ビーチに札だ。やっぱりね。ボルテックスクラブのパーティー用にいろいろ仕入れようとしてる。今家、今夜パーティーだぞ。今向かってる、準備しとけ。パーティーの夜、姉さんは相当ハイだったはず、うん、それでもまだ足りなかったの。地球あれが必要だ。ホーム販売をした車を使い、時間がない場合やろ。仕方ないな、現金。どっちがどっちかわかんねえ。誰なんしたっけ、これ。売人も大変だね。あーってことはあれかな、あいつとの会話かな。ちょっと姉さん、どれだけ危ないやつなの。おあれが必要なら何でも言います。落ち着けられたか。すぐだ、友達だろ、頼む。やっぱり姉さんだったんだ。やってんね。ストーカー気質も十分あるわけね。余計なこと言うは必ず痛みに合わせる。お前の居場所は分かってる。うんうん、今度はそっちが気をつける番だよ。覚悟して。あーレイチェルか。これ姉さんの父親。冷たいな。仕事中に電話するなと言っただろ。はいだとかそういう言い訳を聞きたくない。これはビジネスなんだ。趣味でやってるんじゃない。何でも自分で解決できる大人のように扱ってほしいのか。それならそれらしくしてみろ。お前を誇りに思わせてくれ。来たんじゃないですかこれ。ちょっと長くなってるから終わりたいんだよな、さすがに。あ、女が生きがるなよ。ドア壊しやがって。奨学金潰してやる。ママからメール来る。またこれ。まあ、いや、とりあえずまあ進んだから、なんか終わりどころわかんなくてここまでやっちゃったけど、まあとりあえず終わったから、次回ここから調べてやっていこうかなと思うわ。じゃあ、あざした。